ムニーを初カスタマイズします。とりあえず乗ってたらドリンクホルダー欲しいなと思って、で2個買いました。こっちがよく見るカーメイトさんのドリンクホルダー、こっちが11月下旬に発売されたセイコー産業さんのドリンクホルダーです。ちょっと、つける場所とかは同じだったりするんですけど、使い心地がどういう風に違うのかとかも知りたくて両方買いました。レビューしていきます。ジムニー専用のドリンクホルダーを発見。こっちもだ。ジムニー専用がある。先に、セイコー産業さんのドリンクホルダーをつけていこうと思うんですけど、こっちは、つけられる場所が2箇所あります。で、なんだろう、値段は3000円ぐらいで、さっきのパーメイドさんの方も3000円ぐらいなので、そんなに変わりないです。あとはつける場所は六角ネジを取り外してつけるような形になるんですけど、こっちには六角レンチついているので、持ってない方でも簡単につけられるみたいです。これがですね、買った時は何も調べずにカーメイトさんと並んで売ってて、でスマホを取り付けられるって書いてあったんで買ったんですけど、分かんない。それ以外の情報はあんまり知らなくて、で買った後に調べたら全然レビューとかもなくて、なんでかなーって思ったら、めちゃくちゃ最近発売されたってことで、カーメイトさんの方がすごくジムニーのデザインにすごく合うっていう風にあったんですけど、こっちも同じ感じなのかなという。はい、じゃーん、こんな感じで、ここが開いてここにスマホを挟む感じになってます。これクッション、六角レンチで、これがカバーだそうです。とネジと本体ほい。では早速つけていこうと思います。600ml 以上のペットボトルなどは落下破損の恐れがあるのでつけないでください。これが飾りパネルで、これをまず外します。外れたらここにクッションを貼ります。こっちが多分横の向きで貼って、こっちが縦の向きで貼る感じ。貼り終わりました。そしたら次に六角レンチを使って、ボルトを外します、たらこれをまた戻します。どっちとかあるのかな、まっすぐ位置を水平
せて水平に押し込んではめ込みます。よいしょっと、いけたかな、うん、あ、落ちた。 OK。 運転席側につけるときは中央右取り付け穴は使わない。使うのは一番左の穴。レンチの短い方を持つようにしてぐるぐると、これがダミーボルトの収納、あ、収納と、カバーになるのかな。でこれをつけていきます。たらここ、カバーの裏側に差し込む場所があるので、ここにこのようにしてダミーボルトを収納します。でこのスマホの下を支える部分を下にして上から差し込んで下を後に差し込む感じで、上を先に差し込む、そして下をカチッて言うまで押す。うー、できた。これで完成です。だね。そしたらスマホを、私のスマホ、カバーがついてるんですけど問題ないかどうか。はい、うん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 、なるほど。あ、いい感じじゃない。ちょっとこのスマホがまっすぐ向いてるので見づらいかなっていうふうに思って、僕 Google マップを使ってるので、あー、いいかも。思ってたより全然見やすい。あ、できればこっち向いてくれたら嬉しいかなって思うけど、あ、ダメか。刺激にはならない。まあ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 、まあ、まあいけるでしょ。まあいいでしょ。600ml の水を買ってきたので入れてみようと思うんですけど、このホルダーの特徴として、ここにシリコンのストッパー、なんていうの、シリコンのソフトシリコンフラップがついていて、これのおかげでチムニーがガタガタしても飲み物が揺れてガタガタしませんよっていうことだったのでついてるんですけど、開けるとこれはちょっと乗ってみないと分かんないですね。実際に乗ってみてどうなるか。なんか今動かした感じだとすごくガタガタしそうな感じするけど、もしかしたら全然しないのかもしれない。ということで成功、ということで成功産業さんのドリンクホルダー設置終了です。そしたら次がこちらのカンメイトさんのドリンクホルダーの方取り付けていきます。こっちは、お値段はさっきと同じ3000円ぐらいで、設置できる場所は4箇所あります。で、さっきの運転席で助手席、あとこの横にもつけられるみたいなんですけど、
ここにつけます。では開けていきます。ビリビリタイム。はい、これが本体。あ、こっちの方が綺麗。光沢感、こっちは、光沢感があるんですけど、エコーさんの方はうん、でも素材的には一緒。なんかこっちの方がやっぱり、カーメイトさんの方が純正の部分、部品に寄せてるなっていう感じがすごくします。で、まあ、ちょっと気になるのがこっちはシリコンがついてないので、ちょっと揺れた時とかガタガタ言うのかもなっていう感じです。のフォロワーさんが 600ml のペットボトルを入れた時にガタガタ言うっていう風におっしゃっていたので、この辺も試してみます。あ、結構開きづらく感じることがあるのでハサミを用意しといた方がいいかもです。ベタベタする感じじゃないので、失敗したらなんとかなりそう。取ってまだつければ大丈夫。はい、つけました。だからフックとボトルで、最初手で仮止めをします。レンチの短い方を持ってさらに引き付くと、でこの、スペーサーが残っちゃったんですけど、見たらドアグリップこのサイドにつけるときは必要みたいなんですけど、ここ前側につけるときは必要ないみたいです。この辺が寂しいというか成功産業さんの方だとここが隠れるようになってるんですけど、ファンメイトさんの方だと剥き出しのままになってしまうので、なんかあるといいなって。あと、成功産業さんの方だとこの外した、ネジが収納できたんですけど、カンミトさんのやつだとちょっと収納できないので、なくさないように注意が必要です。で
はこちらも 600ml の先ほどの水を入れてます。あ、確かにさっきみたいにやっぱりシリコンがないので結構動きそうな印象です。で、このスポンジテープも運転席の方につけるときは必要なんですけど、さっきと同じですね。でも助手席側につける場合は必要ないみたいです。実際に運転してみて、揺れがどんな感じかっていうのを見ていきたいんですけど、まず精工産業さんの方には、185ml の缶を入れて運転しています。カーメイトさんの方には先ほどの 600ml のペットボトルのお水を置いて自転しています。揺れないね。ガタガタ言わないわ。大丈夫そうです。お水を 600ml のお水を精工産業さんで、コーヒーの方をカーメイトさんの方に、入れ替えて走ってみます。両方とも音は鳴りません。あ、車が出る。いい感じじゃない？音鳴りませんね。静かです。両方ともとても静かです。段差とかはあっても全然音鳴らないので、やっぱジムニー専用のものをつけるといいですね。ジムニー専用じゃないと、エアコンの吹き出し口につけたりとかするんですけど、それだとやっぱりガタガタするという噂なくて、やっぱ専用のやつをつけるべ